イい,い氏は、日本の氏族、大御国彦根藩の主家である。近世大名としての祖、イいなおは、徳川家康に仕え、新参ながら、若くして、徳川家中最大の所領を与えられるまでになり、徳川四天皇に数えられた。子孫も、不代大,大名中最大の国高を有し、幕府大老を輩出した。イい,い氏は藤原北家の後営として、江戸時代の、 官営書家系図伝で公式に称しているが、尊卑文脈など有料な系図資料において、藤原理夫という人物がどこにも見えないため、藤原北家の光栄とするのは疑問が大きい。同じく藤原南家の光栄とする説もあり、室町時代後期以来、藤原を称している資料は現地に残っている。その他に、慶大天皇の光栄と称した、 越前国境軍の国造を三国新人の、系統である三国制とする系図を記した説も、存在するが、真偽のほどは定かではない。最終学、考古学的な面からは、飯い谷川、戸田川流域や浜名湖周辺には、大物出身や水神を祀る神社が複数あること、大見は、見は、小野塔の地名が分布すること、新人部、神戸、は南時、 和寿神人部等の友部が設置されていたこと、渡津民族に属する彦座王の公営である保国像の設置と同時期に伊谷の古墳群が出現すること、岩座祭祀や水神信仰の遺跡が分布すること、子祖の誕生説話に水が関連することなどから、実際の系府は保国像と同族と見られる。浜縄が田主や諸星遺人社社家の神、ハットリ連と同じ流れの氏族であったと見られる。 い氏は、中世に、約500年間、東江東国伊谷の章を本願として収めたとされる。天智元年京都若宮八万宮社の再建にあたり、御家人に費用の捻出が求められた際、東江東国在住のい氏は三冠分の費用を提供した。南北朝時代、い同姓は、東江東助に任せられいいすけ、いのすと称した。同姓は、五代五天皇の御子、 宗永親王のもとに参じて、南朝方として挙兵、伊い,い国城に招いて保護した。宗永のこの陰良親王が伊い,い国城に生まれたと伝承されている。しかし、北朝方の皇子対二騎をしながらに攻められて落城した。北朝方の駿河守護今川氏と対立していたが、三方原での戦いに敗れ、今川氏が東東海の守護職を得ると、その支配下に置かれる。 戦国時代の花僧の乱や加藤の乱では、今川義元と対立する側につき、春縁を領する義元とは微妙な関係であった。桶狭間の戦いで、いい名護森は義元に従って討ち死にしたが、養子の直期親は謀反を企てたとして、戦後間もなく今川氏真に打たれている。一族を多く失った、この演習乱の時期に、名護森のこのいい名護虎が家督を継いだが、 勢力は大きく衰退し、伊い,い国情と所領は、家臣の横領や武田信玄の信仰により数度、失われている。伊い,い種の軍紀1575年、自家親の維持の伊い,い直政は、今川氏を滅ぼした徳川家康を頼り、多くの武功を立て、1590年には、家康の関東入府に伴い上野国民の和12万国、関ヶ原の戦いの後には、 大御国佐は山に十八万国を与えられる。直政の死後、この直勝は1604年に同国彦根に築城した。この築城は幕府が諸大名にお手伝い武神を命じたもので。直勝は1615年幕名により弟の直隆に藩主の座を譲った。直隆の第二三十万国の不代大,大名となる。直勝は安中藩三万国の藩主となった。 普代大名筆頭として、江戸時代を通じて、直住、直森、直行、直明、直介と五代六度の大老職を出した。また、堀田や、雅楽島堺や、本岳などの有力普代大名が天保を繰り返す、中、一度の天保もなかった。江戸時代末期の藩主直介は、老中、安倍正宏の死後に大老となり、将軍後継問題では南紀派を講演し、 一つ橋拝の弾圧である安政の大国を行うが、桜田門外の変で暗殺された。その後、幕政の混乱の責任を直す家に押し付けられる形で十万国を削減されたことから、大政奉還後には、不大筆頭でありながらも、反論を転向し、とは、伏見の戦い以降母親戦争では新政府側に、属して戦った。明治十七年白爵となり、家族に列した。 また、最後の藩主、直則の孫の井,井直義は、井家の丘陵である、彦根市の市長を1953年から旧期に渡って務めた。現当主、井武竹雄は、彦根市役所勤務、彦根城博物館長。17代自家号の長女優子と結婚して、自家号の養子となり井家を継承した。井,井直政の長男直勝は、表向きは病弱だったとされ、幕名により、 本家を弟に明け渡す形となった。なおかつは、暴風、直政の官名、兵部将油を襲ったが、この系統の家臣はまた、おのし等の戦国期以来の意思不代が多かったと伝わる。安中家藩から、西尾藩、掛川藩と転封されたが、なおかつの彦である、掛川藩主治家長の時に発狂を理由に改役となった。しかし、宗家から、 自家教の四男直則りを迎えて、加盟最高尊族が許され、無常資格に万国の越後与いた藩主となった。その後、十代自家明が若年寄りとなって、上資格に昇格した。十四代直康安は、明治十七年七月、家族礼により、白尺となる。明治二十九年一月には、貴族院議員に選出され、大正九年十二月まで在任した。 15代直方も貴族院議員を務める。17代、E. おさむは、大学で文学を専攻し、作詞家、作曲家となり、作品集、鉛のドラマ、E. おさむ歌集などを出版している。現当主、E. 達夫は、甲冑、刀剣史学研究家として知られる。平成19年に17代をさむと、養子縁組して、名席を継ぎ、2018年現在、 京都府京都市東山区、花見工事にある京都絵博物館の館長となっている。NHK 大河ドラマ、女上主自家の放送開始を受け、甲冑、婚井と伊本小金銅丸、脇差し、直江静賢、友作の脇差しなどを展示している。伊池家は、直政の頃に、領地、家臣を与えられて、家臣団が成立し、三度にわたる家造を受けた。 大宮上野の出身家臣が特に多い。また、武田氏滅亡後の武田医療をめぐる天正人後の乱における働きで治療安堵が行われた、武田医師や駿河の今川氏、相模のご法上氏など旧戦国大名家の医師も召し抱えており、伊年府によれば、武田医師らを付属された初期の家臣団は、衆といった組により編成されている。伊氏系図判例。 一実戦は実施、転戦は用紙。二数字は家督継承順。三太字は家門か白屋当主。車体は兵部商遊家当主。歴代の数え方には諸説ある。江戸時代には関英書家系図伝に記される通り、江戸幕府や井池で公式なものとした系図は、初代とも、保、二代ともいえ、三代とも、時期、四代これらを五代森ただし。 六代領事家、七代渡る時期、八代大,大事家、九代行事家、十代刑事家、十一代田田直、十二代宇氏直、十三代寺課平、十四代寺家集、十五代直盛、十六代寺課や、十七直政と数える。また、幕末に国学者長野義子が作成した定性イヤゴ系図案では、方言物語に登場するイ八郎を五代、 道直南北長期の人物同性高明ら計7名を追加して、直政を24代とした。ありがとうございます。